ナンさん、あ、ジョーカさんありがとう。あ、キヨキヨキヨシ、なんかちょっとさ、ちょっとあれ見た、クロちゃんってダシンかと思った。ジョーカさんありがとう、星花火やっほー。みんな、ふくさん、イケピーさんありがとう、星の花火。そうかな、天パの滝さん、誰もありがとう、ありがとう、みんな天パ天パと。ピースピースありがとう、四角角ありがとう、星花火ありがとう、みんなおはよう。おはようではないか、ジャマクさん連覇したありがとう、四角角ありがとう、星花火。ちょっと見えた、なんだって、雨風が強くなってきた。私は家にいるからわかんないんだよ。もうね、この後もうちょっと後にね、一瞬家を出ないといけなくて怖いんだけど。四角角翔さんありがとう、頑張ってください、頑張ります、するまっ、するやばい。次の配信何か企画する、そうなんよ。だからさ、なんかしようかなって思ったけどさ、思いつかなくてそれを聞こうかなって思ってたところなんだ。リッチさん、レインボーさん、水川天板滝さんありがとう。本当天気悪いから配信してくれて、そっか、天気悪いとね、お家にあるもんね。いやー、こんにちは、こんにちは、おはよう、おはよう。えっちゅう、そうなの、どうしたんだろう。つないもさん、花火ありがとう、用事があるんよな、きっと。アイスレモンさん、星花火ありがとう。そう、今のうちだよ。そしたらさ、レインボースターありがとう、声ガラガラ。傘ね、傘ささなきゃ。え、確かに、あだ名か自己紹介最高すぎ。ユイニャの課題を一緒に頑張ろう、なんでやねん。なんでやねん。あ、でもあれ結構、あの結構ガチで、あの教科書を見てこうやってやらんといけんけ。試験です、そうですね、こんにちは、こんにちは。あ、100回への訪問ありがとう、あきまさん、スターローさん、リベロさん、ヨワシンさんありがとう。カッパ、やだよ。お宅愛を語る配信、なるほどね。ちょっとお出かけするついでにさ、なんかナナさんへのプレゼントをちょっと見に行こうかなとか思ってたりとかして。やばい、あ、どうしようどうしよう。ついて、なーちゃん、よしよ、副部長さん結婚して。ちょっとなっちゃんさんではなく、いっちゃんさんじゃないので、ふかです。やましんさんありがとう。もうカラオケ配信でも昨日したから、どうしようかなって思って。でもそう、あとイヤホンがさ、ちょっと良くない感じだから、なんかパパのから来た LINE は30日ぐらいに届くみたいな。今日29日だから明日にならないと思う。浸水予想が出て大丈夫なの、水に浸ってしまうよ。春尾さんありがとう。なっちゃん、よしぶ副部長さん、レインボースターありがとう。課題を手伝ったらカリカリ夢、うん、いつも課題が終わった後にコンビニに行ってお菓子買ってもらう。子供、春尾さん、あんちゃん、キューさんありがとう。花火ありがとう、春尾さん。お、サイン取ってきたの、見せてや。今日は休みなので、お、今日休みなの、いいね、最高人生。友達からお願いします。ちょっとごめんなさい、いっちゃんさんしか見えない体です。結婚希望、いや違います、いっちゃんさんだけじゃないです。あの嘘は良くないと思います。トイさん、レインボースターありがとう、 Thank you。 台風が心配だね。ユニーさん、アイス、翔さん、星花火ありがとう。こんにちは、料理配信、なるほどね。うわ、卵がさ3つ残ってること、今急に思い出した、料理という言葉で、なるほどね。まあまあまあ、ちょっと検討の中には入れておきます。パッピーや、お食事から、うん、どんなんかのひなさん、レインボーさんありがとう、 Thank you、 ありがとう。高田牛角バクトリー含めてプレゼントにいいなって思う。オムライス、フレンチトースト、卵で作る卵料理、なんて、何あげるよって、秘密です、秘密ですとか言ったけど、別に特に何、まだ何も考えてません。ゆゆさんありがとう、星花火。ファーストテイク見てない、見る。絶対アイドルやめないで、肩なんて行ったこともない、
検討。いちごケーキ。キラキラありがとう。え、なんでし、え、見たよさっき投稿。え、ゆいなとさ、私でしょ、びっくりしたわ。え、私も早く生写真、生写真が欲しいよ。ぜひさん、星花火ありがとう。カニタワの音、なるほどね。こんにちは、こんにちは。私スクランブルエッグにしようと思って撮っといたのに、してない。なう。こんにちは。ぬいさん、星ありがとう。これさ、なんなんいつも思うけど、風船これ、星の風船。そういえばもういちごと結婚して2年目だね。えー、存在しない記憶存在しない記憶です。卵割った時から入らんくない？入る人あんまり本当にいる？私入っ、あんま全然入んないんだけど。普通スクランブルエッグでいいんだよ、美味しいんだ。パパ、葵さんの話集めてはないと思う。存在しない記憶がもうなんか浮かび上がってきて怖かった今。やっほー。うん、100回目の訪問、ヒュアンコ100回目の訪問だ。あは、スクランブルエッグはケチャップ、醤油、ケチャップ、初見です。あ、ありがとう。ハロー、ハロー、ハロー。日本によく多彩制度があればいいのにな。よくないよ。うん、こんにちは、こんにちは。あ、エムさんとみーちゃんさんだ。カツ丼食べてるの最悪。お店で、お店で殻が入ってたってこと。卵ね、嫌ですね。角で卵割ると、え、でもさ、卵って平面でさ、割るってさ、こう座ってるから、こうやって割ってるよ。こんにちは、こんにちは、はじめまして。すごいね、白押しのやつか。白押しってちょっと、白押し持ってないよパパ、普通に多分本気で。こんにちは、こんにちは、 おはようございます。あ、こんにちはって言ってるのにおはようございますって言っちゃった。うん、違う、の自身持ってないの。明日のバイトもなくなったから。あ、もうバイトもうできないぐらい台風ってこと。あ、ハヤトさん100回の訪問だ、ありがとう。気まずいってことだね。やっほ、ヤスさんハートありがとう。劇場版のやつ、あ、なるほどね。今ナナさんが好きなものを入念に調べて、さ、入念に調べる前からまあ把握してはいるというところであるんですけど、でもなんかやっぱり可愛いのをねプレゼントしたいじゃないですか。あ、やばい、なんかダメだ、今日って絶対決められない。私はそこもうあと5日10日ぐらいかけて買わなきゃいけない。うん、二度寝しなかった？したよ、普通に。かわいい、やった。今日と明日バイト頑張る。頑張ろう、それは。頑張ろう。私も頑張るね。こんにちは。台風でスキー48さんもいいですが、そうなんだ。うん、台風危ないからね。気をつけましょう。台風に飛ばされないようにしましょう。広島地区の在来線運転取りやめ？そうなの。在来線ってあの普通の電車の方か、路面とかではなく。気まずい、自分普通の方。かわいいかわいい、おお、気をつけ。現金渡、現金渡さんわ。そうだからちょっとキモすぎる今の自分。山西台風来る、でも来るときは来るよね、どこの地。つやのに色白いね。そうだよ、色白なの。正解しぬ、ね、落ち着いて。スペイン語でいちごと会えないかも、生きれないよ。絶対当てさせて、絶対当てて。それは絶対スペイベー当ててくれ、当てろって感じ。うん、やばすぎ。あついさん、リンボスターじゃない、星花火ありがとう。リップ何使ってますか。これ今日はこれロム&のめっちゃ赤いやつ。これはね、07みたいな、ジューシーラスティングティントみたいなやつですね。
いちご、やっほー。ローメンがレミオローメンだってやばい、私物さえやばすぎ。そんなあのみんな落ち着いて、みんなそうやってさ、私がさ考えてもないこと私の考えかのように話すのやめて。それかこれ、これはめっちゃ自分の口の元の色に近いから、たまにてか結構よく使ってる。斉藤渚さんがモデルしてるやつ。クラコのポスト見てよ思い出した。新幹線もめっちゃ危険だね、最近のビバハリケーンだねビバハリケーン同じやつ使ってる、本当？そんなことある？すごい天才やん。でもちょっと薄く塗ったから色違う。普通にゼロ魂さんね、ねせちゃんやさん、ありがとう。ゼロで意識高い、やばい。どう話しかけるの？あかりさんか誰か先輩か、なんか誰かを盾にしていく。奥ちゃん、奥ちゃんいいけど、奥ちゃんいいけど、うん、いいよ奥ちゃん、いいよ。たかつあんましてない。水色魂さんありがとう。ハリのメイクレシピ、いやなんか流行ってるよね、あれ。なんかもう作るのが難しそうすぎて、もうちょっとどうなのって感じ。でもハッシュタグ一億人バズれみたいな時だったらやってたかもしれない。いや大変そう。なんかだってさ、画像をさだって撮って、どっに公式かなわかんない、なんかどっかから撮ってきてさ、大変そうだなって思った。みんな私のメイクレシピに興味があるんですか？こんにちは、こんにちは。6時間45分間いちごとバイト中、どういうこと？っていうのは普通に今日はね、あの仕事だよ、仕事、レッスンだよ。山梨の新幹線ありません。山抜く坊主さん、橋の花火ありがとうございます。ありがとう、無限の愛ね、最近流行りのやつ。こんにちは、カイトさんハートありがとう。悲しい、悲しくないよ、いいよって言ってるじゃん。あ、ごめん、これは奥田優奈に向けて喋ってます。こうやってヤッハー、試験です、嘘ですね話せるかも、いや話せるかもとかに話すから、もうみんなみんなさ、わしのことさ何だと思ってるの参考にします。じゃあ参考にして全部使ってさ、あの今度お話し会に来てくれってこと。リトさん、リンボさんありがとう。メイクしないけど、うん、して、みんなで一緒にしよう。ちょうどいちごのメイクレシピ気になった。本当ですか？今は卵レシピ、いや本当にそれはそう。こんにちは、こんにちは、グッディーヨッホー、こんにちは、こんにちは。メイクのやり方は、化粧水を顔面にあのビチャビチャに浸した後に、なんか日焼け止めとかをビチャビチャに塗って、あの下地みたいなのをビチャビチャに塗って、ファンデーションみたいなのビチャビチャに塗って、コンシーラーみたいなのビチャビチャに塗って、でパウダーみたいなのビチャビチャに塗って、アイシャドウとかを目にビチャビチャに塗って、アイラインとかをビチャビチャに塗って、まつげとかを上げてビチャビチャにマスカラを塗ってみたいな感じで、リップをビチャビチャに塗るみたいなところ感じ参考にならなすぎる。スペイベで同じ時間なので、同じ時間だったら来れないんですか、うん、来たらいいと思うんですけどね。着剤の在庫はねないベチャベチャにしてみんな。だからとりあえずベチャベチャに塗ればいいんですよ、順番にねこんにちは、わかりません先生。あ、背中で語るタイプですよ。みんなメイクしよう。じゃあマラカス、乾かす工程やばい。15時、あ、ありがとう。じゃ12分になったらランキング読むんだ。こんにちは、こんばんは、あ、こんばんはじゃない、こんにちは。15時になったからリセットされた、全部ビチビチにしてたらいいんですよ。
あ、北星復活した。こんにちは、こんにちは、こんにちは、ごってごってよ。まつげはあのギャンギャン、まつげはギャンギャン。うん、そう、バンドしてたの時メイクしてた。こんにちは。後頭部で語れそう。おい山さん、ありがとう。ハート奥ちゃん、オッケー。キラボシ、確かにキラボシください。こんな言い方ある。キラキラ星をくれたら嬉しいです。15時になって復活したから、あのあのください、ぜひお願いします。くまさん、ありがとう。花火、キラキラ星ください。投げられる限りもうキラキラ星を全部あのべちゃべちゃに投げてください。つまみさん、なんだこれ、なんだっけ、タコだ、タコの花火、ありがとう。奥ちゃんいないよ、奥ちゃんからの LINE。 こんにちは、こんにちは。キラ星、キラ星、やばい、なんかおなんだ、気まずい、違う、気まずい、違う。こんにちは、こんにちは。バードさん、花火ありがとう。擬音の癖強いでしょ。わー、花火ありがとう。ぜひぜひ、15時になったのでキラキラ星を投げてください。擬音がおかしい。さや姉さん、星の、星じゃないこれ、タコだ、タコの花火ありがとう。綺麗な花火ありがとう。沖さん、うん、沖さんとは LINE してないよ。沖さんは連絡先にいないからね。よしこくくいさん、星の花火ありがとう。ありがとう、投げてくれた。わあ、いっぱいだ、ありがとう、星花火大量に。しょうさん、ありがとう。今投げられてる、投げられてる。100個しか投げられない。そう、キラ星100個しか投げられないんだよね、1ルーム。でもそれを100キラ星を投げてくれたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。キラ星100希望。ゆうゆうさん、ありがとう、星花火。初見です。うん、そうです。コナンさん、ハートありがとう。キラ星99個までなの、どういうこと。こんにちは、こんにちは。こんにちは、キラキラ星ください。みんな、皆さん、キラキラ星ください。無道なのでぜひください、ください。泣き始めた。こんにちは、こんにちは。おいに泣き始めた。今日の前髪やった。やっぱちょっと切ってさ、整えたんよ。それがやっぱこっちの方がいいってことですよね。わしも分かってたんいるんですけど、前髪は勝手に伸びてしまうもので。こんにちは、こんにちは。初見です。ありがとうございます。キラキラ星ください、ぜひ。クアイプさん、ピスピスさん、トイさん、ありがとう。ハナオペありがとう。キラキラ星タイムいつ始まる。あと5秒後です。はい、広告見てゲットできるの。1週間に1ミリ身長伸びすぎやろ。永遠の無限の無限身長伸び案件なのでは。こんにちは、こんにちは。頑張る、ありがとう。こんにちは、ワードさん、星花火ありがとう。なんかキャンペーンの星花火のさ、方もなんか加算されてありがとうって感じ。トイさん、カイトさん、ありがとう。前髪に住民票移しますか。あ、ちょっとごめんなさい、もう先約がいて、ごめんなさい。こんにちは、こんにちは。やっぱさ、暗めの服着ると顔がなんか暗くなるよね、光が当たらない。ベイさん、ありがとう。ハート、 ST48 なんですね。あ、急に、あ、はい、私は ST48 っていう瀬戸内を拠点に活動しているアイドルグループのメンバーで、はい、キテサイチゴって言います。ぜひ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。ヒーラーさん、ありがとう。花火、結婚はしませんよ。いちごちゃんは何担当。
じゃあこっちは何担当なんだろう、こっちが知りたい。何担当だと思うの？ギーラさん、星花火ありがとう。こんにちは、こんにちは。ゆきぬさん、ありがとう、星花火。わかっく、ありがとう、星花火。ゆきぬさん、ありがとう。メンヒドハニャツッコミ。あー、結構、MC 考えるときも、なんか、ツッコミで、みたいな、言われる、みんなに。ゆうごは、じゃあ、こうで、みたいな。ゆきぬさん、ありがとう、星花火。あ、あくいさん、ハート、ありがとうございます。Thank you。どういうこと、どういうこと、ありがとう、こんにちは、こんにちは、こんにちは。まさきさん、はしはのありがとう。ゾーン担当やばい、アイドルに詳しい担当、どんな担当や。しんのすけさん、ハートありがとう。きらぼしを投げてください、ぜひ皆さんお願いします。うん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。最年少、あ、四国のマジでおもろいよね。どう考えても最年少じゃないじゃん、普通に考えて。でもさ、事実としてさ、四国最年少なの本当におもろいと思う。リーディー担当、それはみんなね。ぶりっ子担当、どこがや。ナナタン、こんにちは、こんにちは、こんにちは。やだ、ヒータンとマヒナさんの話はしないで、もうまたうなされちゃうから。私が、私 DJ じゃない、本当ですか。うん、メンバーみんな詳しいよね、確かに。やっぱアイドルしとると気になるんよ、みんな。どんな、もうどんな担当も、みんな変な担当ばっか作って。四国の愛され担当、アジア、そういうことで。こんにちは。一回やばすぎる、ほんまに無理。断層ユイニャンと一体どんな担当やねん。そんな担当あっていいんか。そう、二十歳になったらぜひぜひ奥の家の教育担当。はにゃ、やまびこよ。睡眠担当、そう、睡眠担当、いつでも寝ちゃう。ハリケーン感情はもう薄い、さらわれる僕がいる今、心の海は荒れ狂う。こんにちは、こんにちは。家庭教師違うですよ。どんな担当やねん。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。スイミング担当、私踊れないじゃない、泳げないよ。私は泳げないので、溺れた時はもう終わりだって思ってる。桟橋から飛び込んで海を泳いで渡ろうだと、気が迷うちよと思う。ドドドドドドド、どんな担当。ツインテール担当、どこや。ヨガさん、まさきさん、ありがとう。覚えた時は助けに、本当って。じゃあ覚えたかどうかはさ、どうやって判断するの。溺れたって言ったら来てくれるの、僕たちの奥さん。マリーさん、レインモンスター、ありがとう、ありがとう。ついでにやばい、お母さん、やだ、違うし、違うし、初見は嘘だし。ふん、そう、能力者、優しいよ、みんなに。私はね、みんなにいつでも優しいですからね。みなさん、キラキラ星ください、ぜひ。こんにちは、こんにちは、やっほー。ふん、ひひ、
甘酢判定どんな担当やねん。触覚担当やばい。触覚今日は少ない。大喜利始まっとるんよもう担当で。卒コン行かない代わりに文化祭コンサートでゆかちゃんと遊んでもいいですか。ちょっとなんか頭痛くなってきた。こんにちは、こんにちは。ペコピコペイダルから見たんと。それはみんな、ごめんみんな、それごめんみんな、こんにちはこんにちは。どんな担当や。こんにちは。やばい、お腹すいたよ。お腹がすいた。ゲームセンター担当やばい。すごいね、ありがとうね。こんにちはこんにちは。お腹すいた。あ、12分になった。じゃあそろそろランキング読んでこの枠終わろうかな。なおこさんありがとう、アイスってことで、ランキング読み明かしていきます。15位がハレオさん、14位がアツシさん、13位がカイトさん、12位がサツマイモさん、11位がリキーネさん、10位がキュピスさん、9位がバードさん、8位がナチャマコさん、7位が石川くんさん、6位がマリーさん、9位が豊中のヒロさん、4位が山猫坊主さん、3位がトシさん、2位がなっちゃんにおしぶ副部長さん、1位がもち太郎さん。ありがとう。今日のこれは何時だ、2時と3時の配信、ありがとう、ありがとうみんな。次の配信は19時30分、7時半、午後7時半からするので、ぜひ見に来てください。マリーさん、レイモさん、ありがとう、ありがとうございます。またね、バイバイ。大喜利大会、大喜利大会する。おやすみ。おやすみじゃないのよ、忘れ腕が切る準備をします。まだもうちょっと時間あるけど、バイバーイ。みんなも台風は気をつけてね、危ないからね、台風に飛ばされたらダメなんだよ、わかった。バイバーイ。ではでは皆様、ゆき時間を過ごしてください。さよなら。飛ばされないように。そうだよ、みんなも飛ばされないだろうし、も飛ばされないから。じゃあ結構風強かったら飛ばされるタイプだから、バイバイ、おやすみ、おやすみ。もうおやすみトラップやめて、おやすみって言っちゃうから。またねー、バイバイ。バイバイ。ふん。よっこらしょ。あ！意外と15分にならなくて気まずいチャンネルですね。おはよう、おはよう、おはよう。バイバーイ。みんなバイバーイ。